マッカチンは、トラックメーカー、DJ、音楽プロデューサー、イベント企画オーガナイザー、サウンドデザイナー、ニトロマイクロフォンアンダーグラウンドの MC として知られる、東京都足立区出身。90年代半ばより、活動開始。2001年にアルバム、チンアタックで、ソロデビュー。この時からすでにヒップホップのジャンルを超え、民族音楽、ハウス、アンビエント、レゲエなど、 いろいろな音楽がミックスされたオリジナル色強い作品でヒップホップ専門誌ブラストで新人プロデュース賞を受賞しラップと共にトラック制作も同時にスタートさせる。自らのイベントで後に結成されたニトロマイクロフォンアンダーグラウンドのとしてもアルバムニトロマイクロフォンアンダーグラウンドをリリースすでに何曲もトラック制作を手掛けている。翌年2002年には ビクターレコードよりメジャーデビュー。1枚目のチンアタックをジャケ違いで再発し、自身2枚目のチン NER a ヒアを発表。収録曲のミュージックビデオ全編タイランドで撮影し作品も話題に。その後、ソロ作品は出さず、ダボとのユニットマボを結成し、全曲マッカチンプロデュースのアルバムをインディーズからリリース。さらに東芝 EMI から、 リミックスアルバムも発表。全国ツアーも大盛況に。そして次はすぐに、シンガーのチナ、水ンとモンチエンというグループを結成し、活動を始める。翌年デビュー前からイベント活動を活発に行ってきた彼が2006年に自身でプロデュースしていた渋谷ザルームでのイベント着スプラッシュに、ファッション雑誌のインタビューでレコード会社募集と記載したところ、それを見て、 東芝 EMI の A&R が直接出向き、ソロアルバムの契約を結ぶ。同年東芝 EMI、バージンレコードより、ミニ EP、翌年には、フルアルバムラストを発表。また、同年自身初となる、映像作品スーパー25を DVD で発表。彼のアイデアや作家たちの映像美も話題になり、ライブ DVD が多い中、 斜めから見たアート作品を発表する彼の姿勢も話題に。2009年にトロマイクロフォンアンダーグラウンのアパレルブランドナイトレードが発表したスケートボードおよびストリートカルチャー DVD を中心にイベントも開催している。また洋楽方楽ともにレコードコレクターでもある。現在も DJ、MC、トラックメーカー、プロデューサー、イベントオーガナイザー。 本の執筆活動などマルチにアウトプットディレクターとして活動している。ありがとうございます。